さて、行くか。体も重いし、暑くて息苦しい。こんなところで一年も。食料も水も揃っている。これは確かに修行に打ち込めそうな環境だ。ここで修行ってどんなことするんですか？悟空はお前をまずはスーパーサイヤ人にしろと、そしてそれをさらに超える修行をつけてやってくれと言われている。それに加え、俺からはお前がまだ不足している部分を重点的に鍛えてやろうと思っている。僕に足りないもの？お前の潜在能力は父親の悟空よりも高い。だがそれを引き出すには戦いの経験が必要だ。俺はお前を殺すつもりで本気でぶつかっていく。それに耐え、お前も全力で来い。全力の戦いを？お前が戦いが好きではないことは知っている。だが地球が滅んでは元も子もない。気合を入れていくぞ。本気で来なければ動けがするぞ。いきます。うわ、激烈光弾。うわぁ、いやいや、どっちが先に目を上げるか。全力で戦う、それだけだ。敵にぶつかっていった時を思い出せ。あのパワーを自分で引き出すんだ。みんなを助けようとした時を。まだまだこれからだぞ。筋は悪くなかった。今の感覚を忘れるなよ。